こんにちは、ビハイニア株式会社の松村です。今回も業界のニュースをお伝えしてまいります。元宝オンラインエンターテインメント、未成年者の高額決済問題に対する啓発活動として、漫画、ガラスの仮面のキャラクターを起用したサイトを公開ということで、一時期ですね、ガシャ問題などで、非常にですね、世間を騒がせた、問題でもありますよね。そこでですね、今、元宝さん、パズドラはじめとしましてですね、業界の第一線をですね、走っている会社さんでございますが、そういった会社さんがですね、やはりこういった、啓発漫画などを通してですね、未成年者、まだですね、自分に対しての責任が十分取れない人に対してはですね、あんまりお金を使いすぎないでねというふうに、取り上げているっていうのはやっぱり一つ印象的なところですよね。昔ですとまだパズドラも出る前で、そんなにですね、元宝さんがっていうようなところはなかったかと思うんですけれども、やっぱりいずれですね、やっぱり行き過ぎると何事もですね、注意される、ところでございますので、業界、全体でですね、そういったことに対して気を使っていくっていうのはですね、非常に大切なことだと思います。健全なですね、やはり市場であってこそですね、世間の評価もしっかりしますし、あるいはですね、働くにあたっても、非常にですね、気持ちの持ちようっていうのも全然違うと思いますし、今後もですね、こういった未成年の問題に関してはですね、かなり業界全体で考えていくべき問題なんだなというところですね、改めてちょっと、考えさせていただけるようなニュースでしたのでご紹介させていただきました。弊社の方もですね、アニメ、ゲーム、漫画業界の求人サイト、ラクジョブと、こちら運営しております。中にはですね、やっぱり業界全体憂いてですね、今のですね、状態をさらに良くしていきたいと、業界を盛り上げていきたいという会社さんも多くございます。興味がある方いらっしゃったらですね、ぜひともラクジョブ、検索してみていただければと思います。様々な会社さんの情報もございますので、どうぞよろしくお願いします。